は。ジェジェさん、こんにちは。今日ちょっと遅くなっちゃった。遅くなっちゃったって、まあ、いつもよりくらいか。すっごいまさってびっくりした。誰かと思ったしおりだった。あれやんでー。ケンシロウやっほー。のきもちこんばんは。パヤヤーン。待っててくれてありがとう、配信。生徒待機。したでしょ。かわいい。今日もかわいいね。ナンパ？いつももこんにちは。あ、ローチが愛しに来てる。レア。クロさんこんばんは。もろくなかったから久しぶりに招致を見る。確かにね。確かに。今から土日は2週間連続都内にいるから。楽しみやん。明日は新木場。しないでね。福くんこんばんは。お邪魔し。鈴木虫シンプルに悪口みたいになっちゃった。ちょっと待っててください。うんち大好き。それちょっときたな。何センチ？チャオスだ。チャオスやっほー。チャオチャオスチャオ。なんだっけ、なんとかなんとかの神様みたいな、なんだっけ、あのさきちゃんが言ってた、なんだっけ、なんとかの、なんだっけ、なんかなんとか。マサやっほー。少女レッスンお疲れ様。ありがとう。今日は一つのお仕事の次にレッスン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 、二つでした。よっしゃ、ヤッホー。ワニ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 ちゃん、ワニちゃん、ワニちゃん、ジオぽよあてよ。もしかして名前あの件ですか。おもろ、それだったら。ラプンツェルこんばんざい。よかったら、ね、めちゃくちゃ遅いわけじゃないね、今日は。うん、早かったんだよ。それまた別なんだ。見て、可愛いカチューシャ見つけた。このサンクリスマス用ね、キッズなんだけど、キッズ用って書いてあるけど、キッズ用らしいんだけど、可愛かったらもう関係ないじゃない。買いました。可愛い可愛い。クリスマスカードのね、やつ買いに行った。クリスマスカードにね、使うお菓子とか買いに行ったんですよ、今日。そしたらこれは見つけて、これは白いお菓子とか、これはもう見せたんですけど、お菓子とかでクリスマスカード作るわけですけど、この買い物したね、なんと帽子を見て、かわいい。聞く、何センチですか。やっと気づいてくれて、嘘嘘からだったの。ちっちゃな変化で気づけないタイプの人間なんだよね。メンバーとか髪切ったとかもちょっとやったら分かんない。なんか処理がつけたら風呂上がりみたいじゃない。なんかあれ思ってたのと違う。あれこれ何なんだろうね。これ何の帽子、何か書いてないね。え、これ何なんだろうね。可愛いから買ったけどさ、これ何なんだろうね。
注射器必要。これはダイソーで買いました。ダイソー、ダイソーで買いました。会員。明日から新天地。新天地。だからエールください。エールデリバリー。ちゃーん。さあとりあえずちゃちゃ立ち上がれの音。愛を元気を届けるぜ。マジで不安しかない。でも初めての場所だったら正直無理絶対に。すごいよあんた頑張ってきて。このメンバーはすぐ気づいてくる。マジ？マジ気づけないんだよこういうの。これさがっかりしないで。本当に何事も気づけない。これでさこのドヤ顔で言うことじゃないんだけどマジで何事も気づけないんだよね。メイク変えたとかも気づけないしとか、ね、普通にね単純に女子力がね低い。単純で一緒に笑おうよ。ピンクさんせ一緒に泣こうよ。次の日にはいつも通り出しよう。ツーツーツー。クリスマスカード12月まで帰るようにしてもらおうって。12月何本までだよ。5とか7とかなんかそのぐらいだったまで可能性よ。何だっけ詳しくバトルでとこない。12月ちょいまでよ。クリスマスツリー、クリスマスツリー、クリスマスツリー、クリスマスツリー。こんばんは明日ーってのも今日あるね。着きたー楽しみにしてる。本当かよみたいな顔で楽しみにしてる。ただただ楽しみ。髪型決まった。さっき髪型どうしようってちょっとした。マジで行きたくない。まあ頑張ります。頑張って。でも最初絶対初めての何も知らんとこ行ったらさ緊張しまくって死ぬ。あの件の次の事件みたいやん。レッスンお疲れ様クリスマスです。もうね楽しみにしてる。しおりしおりがしおりが楽しみにしてる。書くのまだ書き始めてない。サンキューサンキューサンキュー、サンキュー。これに赤い色何かをつけたらもっとクリスマス。そうだよね。クリスマスクリスマスクリスマス1ヶ月切っただから。エラちゃんこんばんは。ワイン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 、エナちゃんのワイン。ワインワイン、ワインワイン。トゥルルルルルトゥルトゥルトゥル。ベルルベルベルベル。チャックがこう。チャックがパッとチャックがパッと。ちょっと待って。名前のぽよがぽよに変わったの気づいてた？全然気づかなかった。全然気づかなかった。気づかなかった。先生やっほー。でもまだ決まってないし服もまだ友達。かわいい。でもさ服迷ってくる。怖い。あるし服迷ってるなんて私にないねくろに。そしたら葵くん。そうだろ。この前11月22日に開催されてた。そんな短いことはないさ。12月の何本までよ。12月の15とかなるとかなんかそんぐらいだった気がする。ちょ見てみたーん。なんかね結構長いなと思ったんだよね締め切りが。だからあると思うよまだ。そんな3日4日とかじゃないけ。それにするか内巻きするかミックス巻きする。ミックス巻きがいい。でもじゃミックス巻きすると取りやすいよね。わかる。でもなれたら一番取れたら一番なれる外張りじゃない。内巻きかミックス巻き。ミックス巻きがいいよ。これ塩の好み。12月に入ったら音楽で C で CD
ポチリしようかなしら。シャーマン、あ、そうそう、オンライン楽うち楽だけね。そういうことでーす。そういうことでーす。リリーベをやってるとき、リリースイベントの後の物販の時にオンラインやってて、その時にあるの？その時にある。その時にちょぼやきます。クリスマスかい。クリスマス、メリークリスマス、メリー。オムニシオリさんよ、推しくんにはわからんか。新キューバサーシル、明日さ、人生で最後っていうことをさっき知ってすごいエモくなった。もうシガジャパンの時とかから言ってたから結構感慨深いものがありますね。はい、はい、はいはいはい。大丈夫なの？月単身休は先ついたみたい。心配してるんだよね。デビュー後にいろんな方とお話し、おしゃべりし楽しくて買い忘れた。超超する。いいことよ。もう一緒にいる人楽しいみたい。ミックス巻き頑張るだけ、もう量なんかさ。なんかヘアメイクのする人のさ、なんか YouTube みたいなの見てたんだけど、なんかさ、ボブぐらいの人はさ、なんか中側は外羽にして、なんかここはなんかミックス巻きにするみたいな、なんか内側だけにさ、こうしてなんかここ巻いていくみたいな、なんか言わん。もう可愛いから、あんた楽しみ、本当に。あしたたたたかたたかたたかたたたた、楽しみ。サンバにしてビコーラに小チョペオカードって書いてあるわけ。あ、オッケー。オッケーでーす。ポヨカードでオッケーだよ。もう12月なんだね。そうだよ、今日から12月だよ。忙しくなるの？これから？新業務のご時世は大丈夫だと思う。心配しとく。あ、よかった。ご時世的なあれなのかな？かにゃ。勝利のような休みしかしょ。あん！今めっちゃ歌っちゃダメな歌歌いそうになった。アフロダイナマイトっていう歌。やっべー。え、今日マジメンバーみんな戦ってると思うよ。今日レッスン出てたメンバーはみんな戦ってる。アフロダイナマイト歌わないということを。ペン。こんなに早く出るの久しぶり？確かに1時になってないでしょ、まだ。何時ぐらいだろう。予想は1時52分。めっちゃいい線だと思う。1時52分でしょ、今。1時52分ズバ。今アドバイスしてくれた。え、アドバイスっていうのか。え、なんかさ、これ見て、やばい、ダサいダサい。下にさ、高校の時のジャージ入ってるのバレたんだけど、そんなことは置いといて。なんかさ、こっちの同じ同じたまたま同じヘアアイロン。原因は人のの雪崩みたいなやつ。え、そういうこと。あ、じゃあ今のご時世なら大丈夫だね。ヨウちゃんやっほー、無音じゃない？聞こえちゃう？今日は46分全然違ったじゃん。20分以上違った。あ、歌えそう。本当にアフロダイナマイト歌えそう。ラプンツェルはね、アフロダイナマイトが好きそう。モンタは乙女心がラブフロムファイスが好きそう。うわー、全部好きそう。乙女心好きそう。日曜日は絶対乙女心が好きそう。で、パンドコパンダはアフロダイナマイトが好きそう。で、適当に名前見て言うって。好きそう。ラプンツェル、おやすみやん。おやすみー。周知のみ通じる。そういうことよ。あ、今歌いそう。やばい。気をつけよう。ってこと。アフロダイナマイト早く歌いたいな。お披露目したらいくらでも歌えるからな。あ、できた。おやすみ、おやすみ。ポコパン、ココパじゃん。あ、クリスマスやっちゃってるからパンダが見えちゃう。さっきね、言ったのはね、つけた。なんか、ボブじゃないからさ、参考にならないかもしれないけど、なんか、違う、髪の毛の量少ないからさ、参考にならなそうと思いながらやるね。なんかさ、内側をさ、な、ありがとうでね、違う時間だったやつね。やっほー、日曜日ちゃん。こうさ、内側をさ、外跳ねするじゃん。うまくないけど。で、なんか、で、なんか内側を外跳ねするだけにして、ここはさ、別じゃん。
こは別の髪の毛、ちょっと待って、別の髪の毛を止めたい。あ、歌っちゃう歌っちゃう歌っちゃう、気をつけてしおりちゃん。6歳中人参のピン、聞いてこれ、光る人参のヘアクリームどこで買ったんだって思うでしょ。内側の髪の毛、本当髪の毛少なすぎてすぐ終わるんだよね髪の毛の部屋ね。でさ、すっごい適当にやるけどさ、これ外側をさ、外巻きにしーの、外巻きにしーの、外巻きからの内巻きからの、かかかかか、今日小始めのクイックを歌ってくる、かかかか、え、シネマグラフみたいな曖昧なテンポで絵が始まる。これ内側で、これ外側にするやん。超大丈夫、明日はぽーちゃんも、え、ねえねえねえ、そのツイート見て、なんか一緒なみたいな、なんか見てて嬉しくなった。こういう感じでさ、こう内側だけ、こう長いからマジ参考なんだけど、内側だけこう外跳ねするみたいな、言わん言わんかな。でここ短い人はこういう感じで、こういう感じなんだよ、短い人はこうなるこうなるはず。え、だよね。そう、大丈夫。あ、これはない。ラプンツェル、いや、おやすみ。頑張ってきて。ちょっと違うが流れと変だね。頑張ってくる。頑張ってきて。新天地、新天地か。新天地頑張ってきて。ともきやほきゃー。あれだなと思う。え、ラプンツェル絶対好きだと思うよ。それは。私は乙女、ラブーロマン、え、今のバンザイジャパンの曲だと何が好き？あ、これ一応バレちゃうんだね、これですよね。私は久々にハロウィンも楽しめたが、クリスマスも、ウキウキ、え、クリスマスも過ごしてくれる？今問いかけてやめた。あ、エラ、エラすぎー、エラすぎー、あの曲の、あ、あそこですんって、あ、うん、パクパク、マックスの乙女心、マックス乙女かから、しおりちゃん、そろそろドラえもんのマスクの出番。そうだね、暖かくなってきたから、間違えた、寒くなってきたからか、あ、カモミールだ、こんにちは、初めましてじゃないよ、この前のさあ、この前から、この前来たからだじゃない、しかもこの昨日か今日のさ、なんかのちょっとリツイートしてくれて嬉しかったんだよね。いつにアフロちゃん来、確かにいつなんだろう。でもなんかお披露目まだ決まってない。皆さんはストレートと巻き巻きどっちが好きですか？巻いてるとこんな感じで、ストレートとこんな感じです。好みが分かりそうです。1561、おめ、ありがとう、いい感じだね。1561、次のお祝いは、次のお祝いは、お祝いは1600日かな、だからもうあと3ヶ月後。3ヶ月なんてもうすぐにやってくるんだから、それにとって3ヶ月毎日配信することはもう習慣だから、だっても信じておく。マジで気をつけないと危ないんだよね。え、いよいよね、あ、それでやる、楽しみにしてる。いやいや、好きな、好きなのが聞き見られる。ピーナッツ割るみたいに叩くなんて、そうだよ、かわいいでしょ、かわいいね、人参ちゃんなの。これヘアクリップで光る人参かわいいと思って買った。全然使わないけどね。曖昧なテンポでが始まっても嬉しい、曖昧なテンポで心を揺らす、言葉にしないで済む言い訳を今日も探したいる。最近のシネマグラフはアートでライブジャパンを検索すると見れます。うん、1曲目だった。なんかで、ね、裏、うさびがちょっと一瞬裏返りそうになって持ちこたえた。それであれを手に、やったー、神様空、神様空になりたい。もうそっちとかぐしゃぐしゃになっちゃうけど、髪伸びたよね、本当にこんなだよ、普通にしたら。でもさ、前言ってたよね、派手髪が好きって聞いたことある。あと、なんだっけ、
金髪ボブだっけ、なんだっけ、なんか言っちゃった、白に近い金って言ってた、好きって好きって言ってた。ミシュリがなんでこんなに髪をスティッカーサラサラってみんなに言ってもらえるかというと、すべてはこちらヘアオイルのおかげなんですね。ヘアオイル大好き。しかもこのヘアオイル700円ぐらい、700円ぐらいなのに1ヶ月ぐらい持つ、すごいいい。わざわざありがとう。もう結局下手に終わった。もしもうちょい短い、2ミリ短いってどういうこと。髪の毛の話は。サルスヤッホーヤッホー。え、何の話。え、それね、しおりの話、しおりが言いたい話よ。曖昧なテンポで、サルスヤッホー。どうしよう、寝れない、そういう時は寝ないでいいんだよ。寝ようと思ったら寝れないでしょ。うん、はにゃはにゃはにゃってどういう時に使うんだろうね。でバキバキバキで、バキバキで会うことな、あ、明日会えるんじゃんね。だいぶ初めてかいな。ハマこんばんはーと、こんばんはーと、こんばんはーと、巻き巻き両方寿司。なんか結構処理推しさん分かれるんだよね、ストレート派と巻き派に。バケ派みたいに言った、巻き派。あったかいだかなんとかにありやりゃる。ハマちゃん、あったかいだか両方寿司、寿司。しおちゃんのストレートが好き。なんかよく言われる、それ嬉しい。しおさん髪の毛今多分ね、多分だけどバンザイジャパンの中でクーちゃんの次に長い、長い。巻いてるイメージ、そうライブではねめっちゃ巻いちゃう。なんかしおり顔が素朴だから髪の毛を巻いて顔を少しでもはっきりさせようっていう狙いなんで。これは昔アイドルになって1年半ぐらいした時にアビコさんに言われたことなんだよね。しおりは顔が割と素朴だからなんか巻いた方が目がいいよ、ステージ映えするって言われて、はい、きますで、なんか十人十色とかのあの時とか、金魚の正した時とか、ジャンピンの時とかに、それで髪を巻いてポニーテールにしてって言われたので、ポニーテールにしたの、はい。でその1年後ぐらい、桜チルとかだった時かな、ロアさんとコラボした時とか覚えてない、その頃ぐらいに巻き下ろしって言われて、それで固定した時決まった。最近はそれをの2つがまあ多いけど、いろんなのやってるって感じかな。やっぱり巻き殺しが多いのかな。シネマスターとエール、金魚とか好き。いい曲だね全部。うわー、何が好きなんだろう。いや待って、アフロダンロード聞いてほしい。みんなに仕事中とかチラ見しかで金魚と、え、誕生日おめでとう、見えてる、誕生日おめでとう、もじゃみんな誕生日の誕生日、もじゃの誕生日お祝いしてよ、もじゃ誕生日おめでとう。見てる見てる、まだ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 見てる。ちょっとコメント読むの遅くなっちゃったから、仕事中かな。ね、もじゃ見てる、もじゃ見てる、もじゃ見てる。もうね、勝利がやっぱりね一番負けんよ、そういうところ。なんかさ、いろいろこれからもさ何か変わっていくかもしれないけど、そういうところは変わりたくないと思ってる。勝利がもうどんだけもう横浜スーパーアリーナとかでライブするようになっても絶対に変わらない。巻き取れてないし、会う頃には、巻き取れてないし、会う頃には取れてるだけだから、あんまり見ないでね。かわいい、その勝利は。なんかその気持ちもかわいい。しおりちゃんは顔面モノタイプで、笹さんに内緒。顔面モノタイプって珍しいでしょ、私の顔面モノタイプっていうのは。なんていうことでしょう。パラララロロ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 ロ。トシこんばんは。リベキコウシおち可愛かった。マジ？ありがとう。嬉しい。座ってたよね、サマス。ユミツが顔につけとくといいね。ね、めっちゃ光るよ。変な人って絶対言っとこうやろ。巻き巻きは好き。さっきお風呂に浸かりながらシネマずっと聞いてたら、お手がシワシワなんだ。わかる、お風呂ずっと入ってたし手シワシワで、なんか豆腐みたいな手になるよね。なんかの木綿の方ね。2月まで待てない。2月が何があるの。あ、 CD か。でも多分だけどね、あ、ダメだこれ。じゃあダメなこと言っちゃおうとしちゃった、怖い。
って選んだこのジャケット違うよ。今回は4形態だけど、どういう、まだ撮影してないからどういう形になるかわかんないけど、4形態のうち多分だけど、どうなんだろう。でも今までずっと違うんだよね、その乗り方が。去年じゃない、バンザイファイターはメンバーが全部分かれて、一つ、去年、イットサードメジャーシングルは4形態で、4つのどれかに推しメンで、その前のジャンピンの時は、一つの CD、A 面が全員で、B、C、D、E に分かれた5形態だった。で、セカンドの時は、ジャンピンの時、違う、ジャンピンじゃなくて、トイロ、それがセカンドか。最初のトイロの時は金魚、 A 面が金魚、シュールだけでかいやつに、あとはカラフルと紅白かどっちかと、5形態の推し面は3枚、そのうち3枚映ってるって感じだった。だから今回の形はどんなのか分かんないけど、でも私は今までずっと A 面なんですよ。 ABCDABCD って絶対 A 面なので、今回も A 面がいいです。こだわり、A 面だと嬉しい。え、歌っちゃうよね。危ない。危ない。巻いていきます。髪の毛ツヤツヤ、嬉しいね。でもね、いろんな撮影とかの前に絶対髪をね染めたいというか、切りたいというか、トリートメントしたいというかね、そういう感じです。早いでしょ、僕の。じゃあ前メイクと髪の毛あたりもよるけど、だいたい30分ぐらいで終わりますよ。シネマクラフのラスサビ前に早くゴールドテープ飛ばして、パーンってず、いつか本物になるその日を、でバーン、その日バーン、んーがはにゃ、んーはにゃってこと。チョリさんが好き、スキタンがスー、明日会えるからスーってやろう。明日何に出るんだっけ、ちょっと思い出せないね。あ、思い出しました。巻きもスレートも好きで困る、両方好きってことはそれは仕方ない。巻き巻きツイン最高って知らない、知らない。あの今ねちょっとね、あのちょっといろいろあってね、ツインテールできないんです。ツインテール三つ編みとかライブでできない。あのあれならできる、画面越しならできるから今からやってあげる。ライブでできないから今やらないとさ、今しか見れんか。つかのヤッホー、処理落ちちゃう。たまにツインテール着る、結構少ない、結構少ないね。寒いね、当たっちゃいそう。つかのヤッホー、ヤッホー来たよっつって、巻きもスレートも好き、色好きなんだね。切り取ってバーン、切り取ってバーン。ゆうちゃんこんばんは。スレッとサラサラが好きぼよ。でもボブが好きとか言えたもんじゃない。え、ボブが好きなの？長いだったらストレートが好きってこと？ストレートのボブが好きってこと？じゃあロングは対応してないってこと？大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、とりあえずアイコス吸ってまーす。はい、アイコス警察。みさき勝利。アイコス吸ってまーす。その人は深夜にアイコスを吸います。さあ疲れが取れてるといいですね。合言葉はお顔が素朴。マジお顔が素朴なんだよね、これマジで、ね、自他ともに認めるよ。メイクさんにも言われたことある、ナチュラルな顔してですねとか。続いてするとさ、辛くなっちゃうから、やだやだ。あと2分で撮るしより、もじゃさんおめでとうございますよ。マッサーが言ってるよ、もじゃ。これツインテール、それさ甘すぎる、嬉しいけど、それ甘いってこと、対応が、顔が。先生と話が合いました。どうやってね、先生って誰、何先生、アク先生。違ったら誰って感じかもしれないけど、でもあってそう、音楽でクリスマスカードも欲しいが現場行っておでてもして、確かにね、これだけ巻いてない、え、すごくない、これだけ巻いてない、先
確かにそのリベで今ねデート特典がありますから、多分毎回あるわけじゃないけど割とありますかね。感じで。確かに。キングのシャルちゃん大きいジャケット可愛い。え、びっくりした、本当に初めてファーストシングルの A 面がキングで。え、いいんですか。え、ドキドキドキ。そう、A 面あの1回目はねトイレと金魚だったからね、あ、牛尾だった。2回目がジャンピン、3回目がファイター、今回がアフロ。なんか最初の10人トイレの MV だけすっごい可愛いの、なんかオールドアイドルみたいな、うちらがはぁみたいな感じなんだけど、ジャンピンでちょっとふざけて、ファイターでも意味わかんなくなってさ、アフロはどうなるんでしょうか。アフロダイナマイトっていう名前で王道だったら逆にどういうことみたいな感じですけどね。初見です、マー君、ありがとう。マー君さん、でもじゃまだ見てる、もじゃ今年のさソング決めてよ。去年は襟足だったの覚えてる、襟足覚えたの。もうなしてさ、さっき懐かしくなって襟足聞いたんだ。季節で今年のソング何がいい？またもじゃがあの人だらけついてる時に歌うから。金魚翔ちゃんのイメージ強いと思った、嬉しい。翔ちゃんのイメージ強いであってほしい。髪とメイクで1時間余裕でかかる。かわいい、丁寧だって。翔里はなんか素早いとかじゃなくて雑なんよ、マジでマジで雑。何事も雑だから髪の毛もああいう感じ、はい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 、うまいわけじゃない、ほら全然そういう対象じゃないしさ、雑で OK って思っちゃうんだよね。だから割と準備とかもね日によっては、お風呂も早い。むしろさ皮膚弱いからさ、お風呂にさ長時間使ってるとさ負けちゃうんだよね、赤くなったりしちゃうから。ダメって。あ、じゃあ何かな、楽しい。髪の毛何かな、何か何かな、何かな、何かなだよ、何かな。明日の出演曲今全部いそうになっちゃった。明日はね、少量子さんはさ、うわー、どこでも一緒ぐらいだった。どこにいても絶対来る、真ん中にいても上手にいても下手にいても来ます、割と全部一緒ぐらい来ますね。はい、ちょちょ、いろんな髪型みんな可愛くてすごい。サイドポニーも可愛い。サイドポニーね、この前ねやったんよ、名古屋で。名古屋のファンの人が好きって言うからした。そう、だけどこれやってって言ったと私結構しますよ、ライブとかで。なんかめちゃくちゃ重要系のライブとか、なんかその日の曲に合わせて絶対これがいいって時はちょっとスルーしてる時もあるかもしれないけど、なんか特にすっごいこだわりがない日は全然やる。だから今日これが見たいなとかってことは全然やりますよ。でもツインテールとか、三つ編みとか分ける系以外の髪の毛お願いします。27は行くから夜ね。本当はさ今日来てくるとしてたんでしょ、新規もあんな早いばかりに来れなかったけど嬉しかった、来ようとしてくれたことがさ。ちょっとでもさちょっと寂しいけどさ。それじゃあ今やってくるしょうちゃん好きやん、クスクスしてはま。辛くなっちゃうからあんまりしない。隣のお家の人いつもアイコス吸う、この深夜ぐらいのなんか寝る前とかです。ロングはそれとサラサラが好きよ。あとはショーチの編み込み、編み込み好き、めっちゃ編み込みするもん、いつも大好き。これが一番今のできる高さ、このぐらいがちょうどええね。おお、ああ、エアスイン可愛くて好きよ、好きだよ。一番好きなのはおろし蝶のやつでしょ、太陽が甘い。
なんだっけ、ハンバーグみたいな、あ、違う人だっけ、かわいいちんだしね。何が好きなの、コバンちゃん一番好きな髪型知りたい。パンダヘアとか言われたらどうしよう。やれんこともないけどね。パンダヘア作ってくださいとか言って、ヒーターつけてるからあったかいし、よりはいいね。疲れが取れてるといいですね、優しい。ああ、そう、なんかさ、結構さ、タバコ吸う人とかお酒飲む人とかってさ、結構そこで癒しをもらってるわけじゃない。それがご飯を食べることと一緒。でもさ、しおりさっき歯弱いからさ、その近くで座れるとちょっとむせて死ぬので、ちょっと離れてもらったら OK です。って感じで、コンビニのデートって、そのコンビニの店内状況、結構ね、混んでて面白いよ、めっちゃおもろいよ、ね、カオスだからギャーギャー騒がないようにしないとね。さすがにさ、普通のお客さんいるからギャーギャー騒がないけどね、さすがにさ。面白いよ、マジ1時間以上かかってるはずなのに、うまくできないから下手とか言ってそうなんだっけよって。もうケープ大好き、一生ケープ使ってる、何かあればケープ使えば OK。 ジャニートールの MV 大好き、ビジュトムチに攻めるときは最初に見てもらってさ、絶対そうじゃない、最初からファイターとかさ、ジャンピン見せるマジ意味わからんやろ。不思議すぎちゃんになっちゃう。もうさ、バンダイジャパンが王道やったところでじゃんって、うちらはみんな思ってる。もっとさ、アイドル力の高いグループさんいっぱいいるから、そこはそうやってもらって。風呂上がりはいろいろ肌のためにやってるの、大変よね、誰もしないおじさんですって。いろいろやってる。でもね、お肌よりね、お肌もだけど髪の毛の方がね、時間かかるかもな。お肌はだってお風呂から上がって4つ塗って、パックは日によるんだよ。なんかパックしすぎるとなんか慣れちゃうんだって顔に。だからパックはなんか週2ぐらいかな、最近だから。毎日やってた時もあったんだけど、なんかその毎日やるとなんか良くないみたいなの聞いて、慣れちゃうみたいな、肌が。でも週2ぐらいの、コットンパックとかはね、肌が荒れたりしますけどね。で、髪の毛はめちゃくちゃかかる。でスキンケアとかはマジで5分ぐらいあればね、終わるの。しかも髪の毛乾かす前にするから、なんかお風呂入って、お風呂から出て30秒経つと乾燥が始まるんだって。だから30秒以内にまず化粧するの、これ大事です。日によってはマッパでもまず化粧、何よりも先に化粧する感じ。仕事も出る、コメント、ありがとうネタ、ありがとうよ、おめでとう誕生日、パーンパーン誕生日、嬉しい、来てくれて。もう見てないかもしれないけど、さあ誕生日なった瞬間見てくれてありがとう。ってかお仕事頑張って、明日シズネギアテープお願いするかもなってる。シズネギアテープ、シズネギアって外してくださいってこと、痛い。雑談しようと、マジで雑談よ私って。よっちこんばんは、本当によく覚えてる。下ろしてるの好きでも更新されそう、何が好きになった。下ろしてるの好きって前言ってたもん、このさ、クロリンバしてるのが好きって前言ってたよね。覚えてるに決まってるだろ。決まってるだろに。だからね、明日はね、明日微妙に早起きなんだった、7時何歩ぐらいに起きなきゃいけない。ちょっと今日はお会いしてもらおうと思います。明日からですね、中山コマさんが、明日からじゃなかった、毎日最近ね、中山コマさんが、ねえ、ここかさぶたが取れそうでかわいそう、この前こけたらさ、かさぶたできちゃった、カットマン買わんといけんね。何なんですか、コマさんだ、コマさんのね、応援お願いします。ちょうちんフラグ、全然もうね、全然可愛くないよ、もう、うろうことに精一杯。やばいでしょ、追われてるから、フラグは。スキンケアやって、髪の毛やって、ボディケア。
ボディクリームでボジョリみたいにしますから。好きだ好きだ好きだ好き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